チャッス。あっす。皆さんどうも、こんばんは。コインです。久しぶりですね。久しぶりですね。うん、実写系です。今日はね、何をするかと言いますと、ご飯を食べようと思います。お食事動画ですね。なあ。やってね。なあ。まあ、やった何を食べるかというと、ティッティッティリスティステッテレレレッテでおなじみのセブンイレブンのお弁当です。チキンカツ弁当見えますか？これを食べようと思います。さてね、速攻でレンチンをしてまいります。チン。レンジでチンが終わりました。早速いただきます。見えないかな、見えないかな。ご感じいきますか。ファクトリー、ファクトリー。これ、あの、ちょっと質問ファクトリーもんです。皆さん、こうご飯とおかずが分かれているものを食べるときに、ご飯をどっち側に置くかというお話をさせていただこうと思います。私は左です。あれ違ったの？いや、左ですね、私はね。というわけで、ソースがついてますね。これをちょっと、ソースが冷たいね。よし、これをかけていただこうと思います。久しぶりですね、本当に実写ね。リクエストがね、一番多いのは飲酒動画なんですよ。なんですが、ただいま、ご存知の方も多いかもしれませんけども、コールオブデューティーブラックオプス3にめちゃくちゃハマっておりますからね。お酒飲んじゃうとプレイできなくなるので、ひどくて我慢してください。それでは行ってきます。行ってきたバスって言いましたね。ファクトリーかんね、今日もこんな感じです。めっちゃコーラ。喉に詰まった。これね、ただいま本日、2月1日ということになっておりますけども、多分ね、まだ売ってるんじゃないかな。うん、うん、うまい。ちょっとね、買ってきたのが賞味期限は今日までなんですけど、買ってきたのがね、昨日の夜、うん、なんで若干硬くなってるかなっていう感じがしますけど、うん、うんね、特保のメッツコーラ、脂肪
の吸収を抑え排出を増加させる、うん、これ飲んどきゃいいでしょっていうさ、安易な考えです。ここでマヨネーザー夫人に登場していただきましょう。なんかゲーム配信なんですね、うん、ここへ来て、まあ、ゲームのことは全然ね知らない方には申し訳ないですけども、もう多分 2,3 日中にはもうプレマスになりますね、うん、やっぱりねマヨネーザー夫人いいね。次はラーメンですね、うん、やっぱりね。いや、ラーメンと迷ったんですけども、あのこれ賞味期限今日までなのでこっちにしたんですよね、うん、ので次回はラーメン。ボリュームがありますからね、もくもくと食べないと減っていきませんよね。これ食べる派ですかね。私はね食べないです。
そうだ、忘れちゃ、ちょっと待ってね。エマージェンシー、エマージェンシー、すっかり忘れてた。生姜焼きがね、あったんですね。出る風、白高ぶで、おなじみヤクルト。ほら、おいしそうでしょ。生姜焼きにはご飯ね、生姜焼きバーガーとかね、あるけども、あれはダメ、ご飯。数日前から YouTube 帰ってきましたよ。何本かね動画上げてますけども、まあ、本来のね、おそらく皆さんもう気づいてると思いますが、半年前まで私がやっておりましたですね、YouTube の動画と、比べるとですね、ものすごいあっさりしてるでしょ、で、あれはですね、その当時の私から言えば、多分今まで復帰後ですよ、復帰後上げてきた動画全部ねボツなんですよ、完全に、完全にボツ。しかしながら、まあ収録する時間もね非常に限られてるっていうのと、まあいいんじゃないのってね、本当にもう見てくれる人は見てくださいっていうようなスタンスになりつつあるよ、なのでね、このゆるくやっていかないとね、また長期離脱する恐れがある。もうお腹いっぱいしか。どんどん喋れなくなった。まあね、この蒸し豆腐はね、私のようにこう一人でご飯を食べている人、に見ておいたんですよね。一緒にご飯を食べましょうっていう話でした。口に入れすぎて本当に喋れません。すみません。最後の1個いきます。
というわけで食べ終わりました。説明もしないっていう、見せるだけ見せて何にも説明しないっていうこのスタンスですよ。まあこれ買ったんですよ、うん、ヘッドセット、ヘッドセットでゲームしてなかったんですよ私。で、あのFPS をやってる人なら当たり前ということなんですけども、足音を聞いてプレイするというのが普通という話を聞きましてですね、あ、そうなのっていうことでね、じゃあ買っときますわっていうノリで買いました、うん、めちゃくちゃ聞こえますよ足音が、あなたの足音が聞こえます。ノリからね、ちょっとまあ名盤とかやってなかったんでね、ご紹介したいアルバム、これね、ダイヤストレイツっていうね、70年代の、からあるバンドかな、うん、の、多分これファーストアルバムだと思うんですけども、ダイヤストレイツのダイヤストレイツというアルバムでございます。これがね、もうね、最近もうこれしか聴いてないっていうぐらいお気に入り、うん、いいね、これね、ほんとね、イギリスのバンドだと思います、多分あんまり詳しくはないんですが、ある曲から入ったんですよ、うん、サルタンス・オブ・スイングっていう曲があって、うん、で YouTube でですね、ものすごいギタープレイヤーの、知らないと思いますがトミー・エマニュエルっていう人がいまして、その人と、がですね、ライブでこの曲をインストで 演奏してたんですよね。でなんだこの曲すげえいいなっていうので聞いてみたらドハマり、すごくいいんだね、すごくいいんだね、すごくいいんだね、本当にね、そういう感じでございます。これ YouTube でサルタンスオブスイングって入れると、ダイヤストレイツサルタンで入れれば多分その曲聴けますんでね、ものすごく、渋い感じのロックなのかな、うん、感じなんでね、聞いてみてください、おすすめですといったところで、昨日も、ずっとゲームやってて、今日も今ボット打ち1時間ぐらいやってね、うん、なんかね、もう楽しすぎてね、美容室本当ダメですね、ダメですねっていうか、うん、YouTube にハマっている以前に美容室にハマっちゃってますんで、ね、ちょっとね、もうちょっとしたら本気が出てくるかもしれませんので、よろしくお願いします。いや、頑張ってね、ダークマター迷彩とヒーロー迷彩を取ろうと、やっていくよ、やっていくよ、いや、いいですね、うん、皆さんとね、お食事ができて嬉しい限りでございます、うん、あ、痩せたって、そうなんですよ、痩せましたよ、半年前からいくとね、10キロ以上痩せて、うん、ぶっちゃけ腹筋も割れてますリアルに、うん、過酷なトレーニングをしてましたから、ぶっちゃけ、なんていうんですか、冗談抜きでね、この半年間、肉体改造、うん、本当にどうだ、1日平均で10キロぐらい走ってましたね、マジで、うん、これは冗談じゃなくて3ヶ月10キロ毎日ほぼ走って、で糖質取らないで、うん、やった結果、うん、すごいことになったね、まさかの人生初の腹筋割れたね。
これカメラ目さん、ちょっとね、今回カメラと近いので、本当ね、こっちがレンズなんですよ。だけどその上のモニターを見て喋ってるから、常にちょっとカメラ目さんを間違えてる配信者みたいな感じになってるかもしれないけれども、ご了承ください。このロットはね、アジングロットです。ヤマガブランクスの、ブルーカレントってやつですね。ブルーカレントの、77TZ ナノっていうねやつです。で、全ガイドにトルザイトリング搭載しております。でね、これねすごいんですよ、このロットが。でね、リールはね、15年モデルの、シマノの、ツインパワー買いました。非常にいい、一回ちょっとなんていうの、カラカラカラって鳴り始めて、なんか変なことやっちゃってですね、修理に出しましたけどね、無事治ってきました。まあそんな話もしつつ、久しぶりの飯動画、飲酒動画ちょっといつになるかは分かりませんけども、やりますんでね、お楽しみにしていただければなと思っております。ちょっと今日長めになりましたね、久々だからいいんじゃない。というわけで、はい、ね、今ね、この一連の流れ、こう、なんですか、ちょっと無言が続いて、こう、ポーズ取って、はいっていうね、これね、自分で編集点を作ってるんですよ。こういうこともやってますからね。いいですか？こういうのをやってるんですよ。包み隠さず見せたかもしれないけどね。というわけで、最後までご視聴いただきまして、誠にありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。カット。オッケー。オッケーだ。